こんにちは。この時間は FM のワンからサザンブリーズをお届けします。声は聞こえますか？今日はこちら、トロピカルビーチの特設ブースからちょっとプレ放送をしております。はい、お外ですね。外ですね。海の前にブースを作って放送してるんですけれど も大丈夫ですか？聞こえてますかね？すごい心配ギリギリ。はい、声が入ってない。あ、声が入ってないですか？大丈夫でしょうか？ただいまサザンブリーズを外からお届けしております。はい、今日のお相手は FM ギノワンスタッフの今西めぐみと根間ゆかりです。はい、よろしくお願いします。お願いします。このサザンブリーズはですね、この3時台おやつの時間帯ですねにまったりほっかりほっこりお届けしていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。お願いします。さてさて、それでは今日のテーマなんですけども、今日のテーマはお祭り屋台グルメです。はいはい、はい、夏なのでね、はい、もうすぐお祭りの季節ですということで、お祭り の屋台でこれは絶対食べますとか、今年はこれ食べたいなっていうものがあれば ね皆さんメッセージメールお待ちしております。さあ、メールアドレスは797@fmgino1.com797@fmgino1.com、 ファックスは0969894300094までお願いします。また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスでも音声を、映像と音声配信しています。こちらから見ることができますので、こちらもお楽しみください。またサタサイマル放送も始まっておりますので、ホームページトップページからも聞くことができます。そちらからも聞いてみてください。よろしくお願いします。はい、今ですね、ちょうどなんか大学生たちがたくさんいるんですかね、目の前に。大学生はもうこの時期お休みですか？でもまだじゃないですか？まだですね。4月ぐらいからじゃないですかね。遊びに来てる人たちが結構たくさんいるんですけれども。なんか準備してた時よりもさらに。さらに人が増えて。いいなぁ。でもね、私明日海行くんですよ。どうですか？友達が大阪から来るので、ちょっと遊びに行こうかなって。どこの海に行かれるかも。瀬底ビーチです、ちょっと綺麗な海に行きたいなと思って。いいなぁ。行ってみます。明日も晴れるといいですね。そうですね。今日すごい天気いいから、もう海が、エメラルドブルー。やっぱトロピカルビーチめっちゃ綺麗ですよね。そうですね。なんかもうみんな楽しそうに遊んでますよ。砂浜がすっごい白くって、これはやっぱりお掃除とかしてるんですかね。でもやっぱりビーチなんで管理されてるんじゃないですか。管理されてそう。ねえ、子供たちもたくさんいるけど、今日平日だ、学校行ってないの。もうあれです。もう、海日和なんで。海日和だから、来ちゃったみたいな。ちょっとビーチにレッドブルーのお姉さんが来ましたよ。ちょっとこっちも欲しいみたいな。こっちもください。ねえ、楽しそうですね。ですね、みんな夏してますね。もうすぐ夏なのでね、お祭り屋台グルメを、今日は募集しちゃいたいと思います。夏にぴったりのお題ですね。はい、もうすぐね、夏祭りも会うと思うんで、また後半にね、ちょっと羽衣祭りのお話なんかもそうですね、したいと思います。今日はゆかりちゃんと2人なので、はい、ゲストさんもいなく2人で頑張っていきたいと思います。頑張ります。スーキスがいろいろ来てます。ありがとうございます。電波大丈夫そうですか？よかったです。シャライ AKB ファンさん、電波いけそうやなっていうことで。よかったよかった。マサさん、ありがとうございます。頑張っていきます。でも今回はなんか電波良さそうですね。電波良さそうですね。ツイキャスの方がちょっとカクカクしてたりとかしたんですけど、大丈夫そう。いい感じに。はい。
はい、よかったよかったよかった、行けそうですね。はい、ゆかりさんはこの夏どっか行くとかあるんですか？夏ですか？うん、なんか特に予定はないんですけど、うん、でもやっぱり海に行きたいです。海ね、はいはい、海行きたいよね。海は行くからといって泳ぐわけではないんですけど。あ、そうなの？なんか見て楽しむみたいな見て楽しむだけでも。そうなんです。ねえねえ、うん、いやでも焼けますよこれは。ちょっとそれはもうほんと私すぐ焼けるから。でもあれじゃないですか、明日海行ったらもう、うん、あ、もう完全に焼け、次にメイグーさんに会った時にはもう画面がちょっと真っ暗すぎて映らないみたいなことになってるかもしれない本当本当日焼け注意してください。あのビーチの皆さん、ここから放送してる押してることは分かってるんでしょうか声は届いてるんでしょうか。声がね、外には聞こえてないみたいですね。ちょっと放送はどうなんでしょうかね。さあこの辺で一曲お届けしましょうかね。夏ということなので、うん、はい、この曲をお届けしたいと思います。うらちゃんですね。はい、桐谷健太さんの海の声です。
時刻は15時13分を回りました。この時間は宜野湾市内のお天気、交通情報をお伝えします。はい、ではまず、今日のお天気からお伝えしようします。今日13日は南西の風やや強く吹く晴れ、波は 2.5メートル、降水確率はこの後 10% となっております。日中の最高気温は32度の予報です。続いて明日14日が、南西の風やや強く晴れ、昼過ぎから夕方曇り、波は 2.5メートル、降水確率は午前中 10%、 午後からは 20% 前後から 10%、 朝の最低気温は28度、日中の最高気温は32度の予報となっております。沖縄本島地方の沿岸海域では14日にかけて波の高い状態が続く見込みです。海上や海岸付近では高波に注意してください。今ちょっと海辺に上にいるんですけれども、今ちょっとまだ穏やかですかね。そうですね、今日ははい、この辺のビーチは穏やかな感じになっています。はい、はい、で今日明日高温が予想されるため、熱中症など体調管理には気をつけてください。はい、では続いて交通情報をお伝えします。まず沖縄自動車道からお伝えします。まず、沖縄南インターチェンジ付近、事故車が止まっているようです。こちら前方に気をつけて受けて運転してください。また中城、パーキングエリア付近、こちらも故障車が止まっているようですご注意ください。そして、長い渋滞があります。こちらが、豊見グスグスクインターチェンジ、と西原ジャンクションですね。両側とも上り下りとも一車線規制となっております。こちらが、清掃作業中のようですので、一車線規制気をつけて運転をしてください。また工事規制になっているところがあります。石川インターチェンジから沖縄北インターチェンジまで工事規制中となっております。ご注意ください。はい、では、宜野湾市内の交通情報もお伝えします。ただいま、大蛇名から牧港に向けて、長い渋滞が発生しております。あとはガネコ交差点付近、入るところでの渋滞、そして公営交差点付近での渋滞が発生しています。ガネコから普天間に向けての330号線、こちらでも一部渋滞が発生していますので、こちらも気をつけて運転をしてください。はい、はい、では以上交通情報とお天気でした。はい、では次のコーナーに行きたいと思います。はい、はい、このコーナーニューリリースのコーナーは、はい、私今西恵組が気になった最近のですね、はい、新発売のものを、お伝えするコーナーです。はい、はい、はい、今日皆さんにご紹介するものはじゃじゃんちゃかちゃん今日はですね、超吸引布団クリーナー、はい、超吸引布団クリーナー、はい、布団クリーナーICFAC2 発売ということで、これがアイリスプラザより発売されるということです。はい、この、アイリスプラザの布団クリーナーは、はい、パワフルなのに超軽量、しかもですね、はい、ダニの死骸やふわやふわまで一気に吸い込むということで、アレル物質を除去、そして2つのサイクロン気流で強力に吸引ということなんですよね。最近、はい、私掃除機を買いまして、はい、お
っていうのが、はい、あの、お城の庭に来たらすごい高温じゃないですか。そうですね。あの、はい、大阪からこっちにあの、この春来たんですけども、はい。なんかね、あの、日中、掃除機を置いてたら、うん、あの、蛇腹になってる部分わかります？このホラスに になってて、はいはいはい、ちょっとこう、ギザギザの蛇腹になってる部分が、はい、日中、こう、立てて置いてたら、うんうん、蛇腹がくっついてたみたいで。え、それ、メイリーさんのお家が、すっごく暑いんじゃないんですか？なんかそう、くっついて、ついてたみたいで、はい、で、次回使おうと思って、うんうん、それをクイッと倒したところ、はい、その蛇腹がパキッとこう、とこう割れたわけですよ。ということは、そこが切れてしまったということですか？そう、切れてしまった。切れてしまった穴が開いたから、そこから空気がザーッザーッって。これはやっぱり新しいの。みたいなことになって、新しいのを買うことにしたんですよ。でね、はい、あの、普通のこの、その掃除機と、布団クリーナーのやつと、はい、両方使えるやつないかなと思って探してたんですけど、はいはい、やっぱり結構、高くて。あ、そうですよね、掃除機。うん、掃除機って、布団クリーナーのやつが結構高くて。一緒についてるものがっていうことですか？そう。なんか、赤外線、うんうん、で、クリーンにして、波をやっつけて吸い込むみたいなタイプのやつって、はいはい、うん、結構いい値段するから、ちょっとこれは、普通の掃除機だけのキャラにしようかな。でもね、はい、あの、沖縄って、すごい湿度が高いから、そうですね、ザルとかよりカビじゃないですか、ですか？どちらかといえば、どちらかといえば、はい、そちらの方が。そう、うんうんうん、どちらかといえば、その、湿気のカビの方が、辛いから。そうですね。そう、だからそれで経験員したところでカビは吸えないなと思ったんですよ。ちょっとそれは難しいですよね。ダニは吸えるかもしれないけど、カビは吸えない なと思って諦めましたか。掃除機にしましたっていう。皆さん掃除機、あの、超吸引員のやつとか使ってるんですかね？どうなんですかね？私がこの今日おすすめしたのがアイリスのやつなんですけどね。はい、これは私もアイリスのところで買いました、はい、安くて軽くて吸引力がすごいので。あ、でも軽いっていいですよね、掃除機。そうなんですね。それしてるとなんかだんだん疲れてきちゃいますもんね。重かったりすると、はい、結構大変だったりして。で、ゴミもね、あの、はい、パカッて開けて水洗いできるやつにしたので、便利です。すごい簡単に掃除が掃除機自体も掃除も簡単にできちゃう。どちらも。どちらもいいですね。ゆうさんに突っ込まれてますね、ツイキャス。部屋が暑すぎやんって。そう。これやっぱりそうなんですよ。いや、暑すぎと思う。サウナ状態。あれです、あの、きっと掃除機も大阪からこんな暑いところに連れてこられて。もう無かったと。もう無理だと思ったんですよ、きっと。もう無理だと思ったよね。きっとね。そうなんよ。結局なんかそれ割れたから、あの、ガムテープで途中まで発揮してたんですけど、ガムテープのところも熱でベローンって剥がれてきて、お家の今度温度測ってきてください。どのくらいになるんですかね。そうかもしれない。ちょっとうちが暑すぎるのかもしれない。なのか、まあ掃除機にの、もう耐えきれなかったんです。耐えきれなかった。大阪の方が良かったんです、ね。掃除機が耐えきれなかったという。ジャイリス大山のやつは、あの、蛇腹ないパターンにしました。ねえ、ねえ。詳しくできたら伸びるやつにしましたので。そうですね、なんか再びとか嫌ですよね。全然学習してないみたいな。軽いやつにしましたよ。はい。ダイソンのやつとかって、やっぱりいいんですかね。でも、掃除機はダイソンっていうイメージ私の中にあるんですけど。ああ、もう最近みんなダイソンって。でもどうなんでしょうね。吸引力が変わらない。ダイソンみたいな。なんかね、ダイソンって強そうじゃないですか、名前は。強そう。めっちゃ何でも吸いそうな感じ。何でも吸いそう。ちょっと、外人の、あの、ゴリゴリマッチョのおじさんみたいな名前。ダイソン。強い感じですね。強い感じがします。そうですね。全然ね、今回のやつはね、アイリス、いいやつ買ったので。アイリス、優しそうな名前です。優しそう。
本当だ。優しく、優しく環境にも優しく。そうですそうですね。お掃除したいと思います。そうダイソン高いし高いし重いってね、うん、コメントが来てますよ。でもその分やっぱ強い感じを出してるんですよ、ね、重さと名前で名前で勝負沖縄の方って布団クリーナー使ってます？いや私家って見たことないんじゃないの？そんなの私の家にはないです。ないですか？はい、わかった。いや、やっぱりダニよりカビだと思います。そうです、敵はカビです。うん、あ、そうだカビをこう退治するために、はい、あの除湿器を買ったんですよ。除湿器は必要です。うん、除湿器を使用して、うん、そしたらあの風が出るんですけど、うん、風がすごい暑いんですけど、もしかしてそれそれでこうなってる可能性ある。まさかのなんか新しいその家電に負けてしまったってやったってやつですか？家電の家電に負けたのかもしれない。なんかあれです、あのよくあるあの縄張り争いみたいな掃除機 VS です除湿機みたいな。で掃除機がちょっと負けてしまったと。そう、負けてしまったみたいですね。じゃあバラバラ大丈夫です今回はきっと今じゃ仲良くしてるんです。うん、大丈夫と思います。仲良くなってほしい本当にね、ありがとうございます。ゆうさん、アリさん、沖縄市よ。また蛇腹がバラバラになる今回大丈夫です。あのプラスチックのスッとこう伸ばすやつになった蛇腹重視みたいな。もう本当びっくりした。パキッて切って言われて、むしろ初めて聞きましたそれくっついちゃったんですで、アイリスがですね、はい、これが7月に発売されたということなのでね、でね、ぜひお買い求めに、はい、布団クリーナーもチェックしたいと思います。はい、はい、気になる新発売のコーナーでした。ではここでゆかりさんからの今日はね、はい、リクエスト曲があるのでこれをかけたいと思います。はい、はい、夏にぴったりの D51 のハイビスカスです。どうぞ。いけたかな？充電がやばい。届くかな？掃除機そうバラバラになっちゃった初めて聞きました。
はい、時刻は3時31分を回りました。ただいま、FM ギノワンからサザンブリーズをお伝えしています。今日はですね、スタジオを飛び出して、トロピカルビーチからのプレ放送をしております。はい、お外に来ちゃいました、お外に来ちゃいました。すっごいいい天気で、もう海が綺麗なブルーになっていますよ。そうですね、もう暑いですね。ですね、暑いですね。海入ってる人が羨ましい。いやー、どんどんなんか、人が増えてきましたね。海の方に皆さん行ってるみたいですよ。いいですね。いいですね。わー、めっちゃ泳いでます。いいなー、すごいたくさん。さて、ここでメールを、ゆかりさんお願いします。メグ部中、ゆかりんはじめまして、中エコザイル出すよ、すよ。お祭り屋台グルメね、子供なら、わたあめや焼きとうもろこし、ポップコーン、アイスかな。自分、やっぱり焼きイカや焼き鳥でしょ。それをつまみに、しまかこ、泡盛か、ビールか、ウイスキーか、ポンシュ、かこ、日本酒を飲む、済みだね。ゆかりは初めてだから今日は見学だね。さて、メグから仕事頑張ってのだってのチューもしてもらおうかな。じゃあ、後からや、ということです。はい、ござる、ありがとうございます。屋台グルメなら、わたあめや焼きもろこし。いいですね。いいですね。あー、とうもろこし美味しいな、ね、夏に食べたい。あ、でも私、わたあめ好きです。わたあめ？はい。わたあめが好き。わたあめの外側の袋を何選ぶかっていうのめっちゃ迷わへんかった、小さい時。あれ、私、買うのなんかいつも透明の袋でしたよ。透明の袋？はい。はい、そう、関西人わかる。いや、でも言ってるのわかりますよ。なんかキャラクターみたいなものの、これぐらいのやつですよね。そう。でもなんか、透明の袋でした。寂しい。そう、キャラクターの袋は買ったことないです。なんかめっちゃ大きい袋に入ってるんですよ。沖縄ってさんってそうなの？違うんですか？なんかすっごい大きい袋にわたあめがめっちゃいっぱい入ってるんです。キャラクター入ってないです。キャラクターの袋。ほら、チャラミキズマンさん、アニメの袋やんって書いてる。いや、それも見たことあります。そう、見たことある。でも、なんか基本、なんか透明の、なんか大きい、透明の袋。いや、なんかみんなで食べれるように大きいわたあめを買うんです。で、透明の袋で、中に白いこのわたわたが入ってるって。でも、ピンクでした。あ、そっちに色ついてるんだ。なんかピンクのわたあめ。ピンクの綿あめで透明の袋。はい。なるほど。今度お祭りで探してください。それは可愛いかもしれない。なんか今、はい、大きいソフトクリームの形した綿あめが流行ってるの知ってますか？そうなんですか。とか新西部菜橋にあって、めちゃくちゃでっかいの。普通のやつの多分3倍ぐらいあるソフトクリームの形して、ピンクとか黄色とか水色とかの形。カラフルなんですか？めちゃくちゃカラフルなやつ。それは袋はついてないんです。ないんです。それはそのままのやつ。ね、ゆかりさんのわたあめと焼きもろこし。ね、お酒を飲むと。確かに。お祭り。それは絶対美味しいし。しな、そっか。青森とかも、とうもろこしに合いそうですね。そうですね。もうお祭りって感じですね。お祭りって感じ。ビールもいいね。外のお祭りでウイスキーとか売ってるんかな？日本酒とか。どうなんでしょう。私はハイボールが好きなので、はい、ハイボールでお願いします。お願いします。お祭りの方宛てにハイボールでお願いします。さあ、メールを紹介しましたけども、はい、はい、ここでもう一曲お届けしたいと思います。はい、はい、次がですね、夏といえばこのお花じゃないでしょうか。畑本博さんのひまわりの約束です。来てるかな。
はい、時刻は3時42分を回っております。はい、ではここで FM ギノワンからのお知らせを少しお伝えしたいと思います。はい、FM ギノワンからお知らせです。第39回羽衣祭り特番 生放送決定ということで、今年もこの季節がやってきました。宜野湾市の代表的なイベントである羽衣衣祭りの特別番組を FM 宜野湾より放送が決定しました。お祭り会場に特設ブースを設置し、羽衣祭り全体を紹介、また羽衣祭りの楽しさ をお届けする番組です。ゲストさんのコーナーやパーソナリティがお祭りのど真ん中を繰り出し、飲食ブースの方々、来場の方々へインタビューする生中継のコーナーなど、羽衣祭りの活気と熱気をそのままお伝えしたいと思います。放送日は8月6日、8月の第1週目の土曜日ですね。17時から21時の4時間、生放送となっております。FM ギノワンは初めての羽衣祭り特番です。お楽しみに。はい。羽衣祭り、私も初めてです。そうか、ゆかりさんも初めてだ。そうなんですね。まだ一度市民じゃなかったからね。そうです ね初めて。このトロピカルビーチから近いところでいろいろとお祭り会場になるみたいですよ。そうですね、楽しみですね。楽しみ。そこで屋台出るかなるかなね。またあめ、探しに行きたい。探してください。どのほころ、探しに行きたいみたいな。楽しみです。はい、あと、はい、もう一つ特番があるんですよね。来週の18日、月曜日祝日、はい、海の日なんですけども、海の日は実はここ、サテライトスタジオからのサザンブリーズ2時間の放送をお届けしたいと思います。時間がですね、いつもの3時からではなく2時からになります。2時からですからですよ。はい、お昼の2時14時から2時間のサザンスペシャルをお届けしたいと思います。はい、はい、なんかね、ゲストさんも来るみたいなので。そうですよ、豪華になりますよ。すごい楽しみですね。海の日に海から放送しちゃいます。やりますよ、ぜひぜひ聞いてください。ぜひ聞いてください、はい、よろしくお願いします。あと、もう一つ、はいはい、FM ギノワンの LINE アカウントをスタートしてるんですけど、皆さん知ってますか？ LINE アットやってる方、キャスの方やってるかな。FM ギノワンの公式 LINE アカウントを作りました。はい、でこちらがですね、番組情報やリスナープレゼントの情報など、FM ギノワンのスタッフが LINE から情報を発信していきます。でこちらの、友達登録方法は、LINE アットの、じゃなくて、LINE ですね。普通の LINE の公式アカウント検索のところで、FM ギノワンを検索していただくと出るようになってます。あとは、ホームページのトップページから、友達追加のボタンを押していただくと、そちらでも登録することができます。はい、ぜひ。友達になってください。はい、よろしくお願いします。この間もね、ここ のサテライトスタジオをみんなで作りましたっていうのをアップしました。私、お友達になりました。ありがとうございます。ちょうどね、その日はちょっと曇ってたのかな。そうですね、特スコールも降っちゃったりとかして、大変でしたんでしたけど、今日はすごい晴れですね。晴天ですね。これちょっとカメラを向こうに向けたりなんかします。見えますかね。見えるかな。ててじゃーん、じゃーん、すごい晴れてます。天気いいです。いい天気ですよ。今ね、ツイキャスの皆さんが見れるようにカメラを向けてみました。浜辺というか砂浜のところが少し下になってるので、ちょっと人が見えないかもしれませんね。ガラガラって書いてますけど、いっぱいいるんですよ。いっぱいいるんですけど、こう見えますかね。坂になっていて下の方になってるので見えにくいかもしれないですけど、いい天気ですね。はい、ゆうさん、ファミリーマートから販売中の、おいおい、シャイン&シャインドリンクは予定
販売が終了。マジか。飲んだかな。え、飲んでない。はい。え、飲んでないです。飲んでないです。あのミルクティーのやつは飲みました。あ、私もそれ最近飲みました。美味しかったです。コーヒーのやつとかより美味しかった。うん、あ、そうです。そうですね。うん、私もあれ好きでした。いい感じでした、あれは。新発売のコーナーでちょっと特集もせずに、ドリンク発売予定終わってしまったみたいですね。あー、メールが来てるみたいなので読みますか。ほい、はい、はい、じゃあ、はい、メイグーさん、ユカタン、サザンブリーズを聞きのリスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。メグタン、海に行くって？泳いで日焼けするのするのかな。メグ、ギャルになるのかな。ユカタンは、あ、もう後半に行きそうやからテーマに行くな。今日のテーマは、お祭りの屋台グルメ。俺はですね、やっぱりお祭りやつり屋台グルメと言ったら神戸牛ステーキだな。高いけど めちゃめちゃうまいんやから。あとはトウモロコシにイカ焼き、ええ匂いしてくるやろ。あれ、釣られて買ってしまってしまうねん。メグユカ、お腹空いてきたやろ。以上だ。16時までめぐりか頑張るよ。チャライ AKB ファンさんからでした。はい、AKB ファンさん、ありがとうございます。神戸牛ステーキ、いいな。屋台で売ってるんですんですか、神戸は。すごいですね。すごい、なんかすごく空いてきました、本当に、ねえ、トウモロコシは人気ですね。そうですね、先ほどもありましたね。でね、ここに書いてるんですけど、はい、イカ焼き、多分ね、関西のイカ焼きのことを言ってると思うんですけど、イカ焼きって分かりますか？イカ焼でしょ？イカの姿焼きと思うでしょ？はいはい。じゃないんですよ、関西、大阪のイカ焼きは。え、どうなんですか？卵に包まれてるんです。卵焼きやんと思うんですけど、はい、え、卵に包まれてて、うん、薄い卵に、あのイカのちょっとこう切り身が入ってて、お好み焼きではないんですけど、卵焼きのこう薄いのに包まれてて、はい、お好み焼きソースみたいな、ソースにソースがかかってる。じゃあ姿焼きではないです。姿焼きではない、ないです。それが多分大阪独特の屋台グルメだと思います。あ、うん、そうなんですか。もうなんかね、前に友達が、はい、仙台の友達が大阪に来た時に、はいはい、うん、大阪のイカ焼きって姿焼きじゃないんでないんでしょとか言って食べたいって、普通の日にね、なんか食べたいって言ってめっちゃ探しました。うん、ありました。ありました。あの中にたこ焼き屋さんのところに、ね、焼いてたので感動してましたよ。ちょっとただの卵なんですけど。そんなんでいいのとか思いながら。私も今度大阪行ったら探してみます。うん、探してみて。はい、うん、でもなんかイカ焼きイコールイカの姿焼き、姿焼きじゃなかったんですよね。はあ、そっか。イカ焼きもあるかもしれないですね。うん、はい、AKB ファンさん、ありがとうございます。はい、もう一個来てます。まあまあ、はい、今日もおかしな銀のトロンボーンさん、こんにちは。めぐみさん、ゆかりさん、あ、ゆかりさん、のりさんの声、いい声してますよね。耳心地いいですよ、ということで。ありがとうございます、お褒めの言葉を。いい声してますよって、ありがとうございますって。なんかね、ゆかりさんさん、落ち着いた声ですよね。そうですか。すごい聞きやすい。あ、はい、もう一つ銀のトロンボーンさんから来てますよ。はい、お祭りの屋台で食べるのはやっぱりお好み焼きかな。ヒージャー汁とかたまにあるけど、うん、食べたことないな。で、テンプワイルに来てます。袋、このアニメの袋に入ったはいはいはい、アンパンマンが来てますよ。これです、これ。うん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 。アンパンマンとドラえもん送っていただきました。ドラえもんさん、それですよ、私が言ってるのは。あ、でももう一枚のやつが、ね、透明のやつで、もう一枚が透明のやつ。そういうこと。初めて見た。アニメのキャラクターのしかないと思う。でもこの写真には2つ一緒に写ってますね。2つ一緒に写ってますね。ですね、これはどこなんでしょうか。沖縄かな。どうなんだろう。面白い。お祭りで調査しなくてはいけませんね、これ。調査しましょう。お祭りで調査しましょう、これは。検証しますね。探しましょう。
メールがたくさんいただいてます。ありがとうございます。あ、もう一つコンビニセンターさん、ありがとうございます。とんかつ DJ あげたろ、7巻出てた出てた、ありがとうございます。これ私の好きなやつなんです。あ、そうなんですか。そう、前回ね、ちょっとリリースのコーナーでお話をしたんですけど、とんかつ DJ あげたろっていう漫画眼科があるんです。なんか大好きなアニメ。ね、テレビのアニメはこの間12話で4話で終了してしまいました。あ、うん、ワンクールで終わってしまった。でも、ちょっと新刊が出たみたいなんで、ね、ぜひぜひ新刊が出たっていうことで、楽しみ。あとね、そのサウンドトラックが今度発売されるっていうことでニューリリースのコーナーで紹介したんですかんですけど、実はそれが沖縄に売ってないんですよ。お取り寄せですか。そうタワーレコードで置いていっているっていうふうに書いてたんですけど、タワーレコード沖縄の那覇の2波の2店舗行って、はいはい、どちらも置いてなかったんです。あ、ショックでなってすぐに大阪にいる友達に連絡して買ってもらいました。よかったです。友達が明日届けに来てくれそうなの、楽しい。ですね。メグさんの中では海が目的ではなく、CD が目的だ。例のものを早くみたいな。密を持って、密を持って。楽しみですね。それもそれを車でかけながら海に行きたいと思います。なんか題名からしてすごい気になりになります。とんかつ DJ あげ太郎です。よくなさん、よろしくよろしく。ありがとうございます。ツイキャスもね、たくさんたくさんあるんですけども、リキビホーさん、はい、先ほど読ませていただきました。メール届いてましたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。あとさっきたまちゃんが何か言ってたよ。はい、私は箸巻きとカステラと焼き鳥です。箸巻きって何？箸巻きって何ですか？箸巻きって何？やっぱりなんかあれです、箸にきっとお箸に巻かれて、お箸今日箸いっぱい出てくるよ。お箸なしにハンバーグ刺したやつってさっきね、ゆかりさんが言ってたんですけどね、私は見たことない。箸巻きってあれかな、お箸にこう卵こう巻きつけてあるやつとか、そんなことなのかな。何が巻いてあるでしょ。後でたまちゃんさんに聞かないといけないです。ましょう。あ、そろそろ時間が迫ってまいりました。はい、皆さん今日もたくさんメッセージコメントありがとうございます。ありがとうございます。今日はね、屋台グルメの特集でお届けしましたけども、もうすぐ羽衣祭りがあるので、そこでも調査してみたいと思います。そうですね、探しましょうさて今日はちょっとスタジオ飛び出してこちらトロピカルビーチから放送しています。本放送は18日の海の日からになりますので、18日の2時からスペシャル番組、スペシャルですよ。楽しみにしていてください。はい、では今日のお相手は今西めぐみと今ゆかりでした。はい、では皆さんまた来週。サザンブリーズでした。ありがとうございます。ありがとうございます。